グッピーミックス化計画。計画。計画。どうも、サボリです。食虫植物園、グッピーの稚魚が確認できて約20日ちょっとぐらい、だいたいね、判別できるようになりました。今ここにいますね。あれ、3匹いる。全部でね、4匹になってる。今見えてんのが3匹。他にね、大きいのがね、中ぐらいの2匹とチビ2匹、全部で4匹でした。今見えてんのは3匹。少し分かりづらいんですけどね、うん、なんとか分かるかな。小さいのが2つで、判別できるのが2匹。これですね。ブラック。フルブラックと判別できないのが2匹。全部で4匹います。うん。あとね、エビたち。親グッピーはいろいろね、ペア観察してたら、いろんなね、ペアの可能性がある。そこら辺ちょっと紹介します。はい、違う種類と
違う種類のやつとペアになってますね。そこら辺ね、面白いです。4匹増えました。以上、グッピーミックス化計画報告でした。ありがとうございました。